みなさんこんにちは、小林弥生です。じゃんじゃん、 DJI ポケット2のクリエイターコンボのセットを買いました。はい、買いました。まあ、こうやって固定して撮るときは iPhone でいいかなというふうに思ってるんですけど、これから外に出ていろいろ撮りたいなって思ったときに、まあ、iPhone1 台じゃと思ってこの DJI ポケット2を買うか、あとは GoPro を買うか、あとは Vlog 用のカメラを買うかっていうふうに、調べに調べて YouTube 先生の動画をたくさん見てこれ買いました。はい、なのでまだ封が開いてないので開けていきたいなと思います。では開けていきたいと思います。どっから開ければいいんだ。これが本体かな。わあ。こっちは。もふもふさんだ。マイクのモフモフさん、ということはちっちゃい。そしてこっちを、かわいい、綺麗に収納されてます。
300円です。緊張する。おっ、なんかぶっ飛んだ。これが、これ、どこから飛んのが一番いいんだ。なんかスポンジで、あ、保護されてる。これは取っていいのか。え、取らない方がいいのか。とりあえずつけとこう。はい。あ、でもこれは取っていいのかも。スポンジ。こういうの剥がしたくないけど、使うには剥がしちゃいましょう。これが入っていたセットになります。ワクワク。初期設定とか電源を入れたいんですけど、最初に充電した方がいいということなので、充電してから電源を入れたいと思います。はい、では充電が完了しました。じゃん。はい、電源を入れたいと思います。このサイドボタンを長押しで電源が入ります。これで接続してください。これあれですね、アプリを入れなきゃいけないんだ。止めて、携帯アプリをダウンロードしたので開く。英語になった。よし、これでとりあえずいいのかな。電源もできるじゃん。
アカウント入れるんですね。ちょっと入れましょう。マイクを触らないように、マイク、あ、マイクがいい、はい、これで動きできたのかな。これ抜いていいのかな。抜きます。お、お、これでもう取れそう。え、入んのか。どの向きよ。こっち。こっちだ。入んない。 SD カードの文字が入りました。これで動画、おー、動画モードになった。初期設定良さそうかな。 OK。 はい、皆さん設定できました。ほら、これすごくないですか。しかもこの手に収まるサイズで撮れるっていう。で、ここにそっちの画面が映ってて、こうカメラ動かしても動きがスムーズっていう。おー、すごい。で、これを裏返しにすると、まあ今私が映ってる、ちょっと横に動いたとしても水平を保ってくれるっていう。すごい、イエイ。はい、なんか最初は初期設定で良さそうです。外で撮ってみたいなと思います。この映像楽しみにしてください。あ、そうだ、こういうのも、こういうマイク、こういうマイクとかも、ペアリングしなきゃいけないみたいなんで、やっていきたいなと思います。まずはこのシャン、シャキン、はい、この映像を撮っていきたいなと、使っていきたいなと思います。今回の動画はこの DJI ポケット2の開封と設定の動画を撮ってみました。それでは皆さんご自愛ください。また次の動画でお会いしましょう。またねー。